どうも、全日本です。コースの状況、天気が一つのキーポイントかなって昨日から思ってたんですけど、まあ気温も低いし、アンダーのレースでバイク凍ってるんで、まあ、バイク壊さず確実に、あとコースは全部持っていけるやろうし、まあ特に不安はないですけど、まあ状況と、まあ展開、まあ、展開は別にないから、まあ、やることだって、じゃあちょっと勝ちます。いきます。そして今年日本アタック1位チャンピオン、島田レーシング横山幸太。そして山本和弘がこの位置に現在いる。先頭からは2分15秒。ワッシャーが外れてるんでちょっと見ておいてください。入れるときに。はい。ペースで回ってまいりました。イエーイ、逆にペースを上げて、この辺りにつきましては、やはり自分のペースにペースを持ってきているなという、そんなところも見て取れます。さあ、先頭の竹野チームが新たな周回。イエーイ、頑張れ頑張れ、ゴーゴー。ここですが、小田加入にオーダー変わっているか、うん、そのゴーゴー、いけ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 、ゆういけー、ゆういけー。先ほどは1号路を先行されました。今ちょうど1号路は2番手の加藤さん、今年一番上のところに竹野内がいるかなというところで、イエーイ、イエーイ、ゴーゴー。
ぞ、ゆういってるいってる、ちゃんと見ますよ、現在キープの状況。いったるいったる、ゆう、はい、ゴーゴーゴー、ゆう頑張れ、行こう、行け、ゆう。さあ、ラップタイムは8分18秒ほどで通過していきました。グーグーともう一度後半に向かってペースが上がっていくような印象があります竹之内優。ゆういけ、ゴーゴー。さあ、もうぐらい17ぐらい YouTube です。全日本選手権ね、どうでしたか。まあ見せれたかな。うん、どう、結果どうやった。あ、結果1位ですよ、ね、またチャンピオンって言ってもらえる、言える1年間はね、うん、はい、1年間はまたチャンプにならせてもらったので、はい、皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、本当にね、日本帰ってきてバタバタで、バタバタっていうか、まあ、普通なんかな、ね、うん、この流れで、世界で走るためにナショナルチャンピオンは必要やからね。そう、うん、これ本当そう、ナショナルチャンピオンであるのとないのとじゃ全然差があるからね、運命の差ですよ。だからまあ誰やこのアジア人っていうのか、チャンピオンジャージ着てるのか全然違うので、まあ、これを、取るために今日は、今回はヨーロッパからわざわざ帰ってきた、2週間でしたけど、まあ、この後またすぐに明後日から、ヨーロッパに行くので、いろいろ世界戦に向けて切磋琢磨、世界戦、はい、すると思います。まあ、まだまだ僕たち世界には歯が立ちませんけども、なんとか食らいついて頑張っていきたいと思ってます。まず、ボキトさん、はい、ちょっと来てください。ボキトさん、いやいや、もういいから、はい、なんか名前小野寺さん、この、あ、小野寺君、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。なので、はい、4連覇できました。本当、はい、ね、ボキトホイールがあってこそ竹野内の4連覇があります。はい、どうもありがとうございました。これからも引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。加藤さん、加藤さん、はい、はい、ミッドランドオイル、はい、ミッドランドオイル加藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。4連覇できました。こちらこそ。今回他の選手みんなチェーンとか凍ったとか言ってた。そうですよね。チェーンが凍ったり、チェーントラブルたくさんあったと思います。はい、僕らはまああったけど、そういう問題じゃない方のトラブル。そうそうそう、根本的な問題やったけど、そこはなんとか乗り越えたんですけど、まあ、去年に比べてミッドランドオイルも改良していただいて、僕らのわがままを聞いていただいて、皆さんがわがままで多分ほぼ完成形に近いですね、今のオイル。俺もそう思います、はい、ちょっと厳しい環境でも良かったんで、はい、ちょっとカメラに向かっていってください、はい、何をですか今の。あ、すいません今回の厳しい環境でも非常に良かったので、まあ、ほぼ完成形で、はい、またぜひとも、はい、販売に向けて、はい、頑張りたいと思います。はい、今後も引き続き
はい、まあ、こ次は寒さ対策ですね、オイルの。そうですね、はい、凍らないように、はい、どういうふうにこうメカニック含めて、はい、いろいろ、何だっけ、凍らんやつ、もう不凍液、不凍液、はい、不凍液の開発もこれからしていきますので、はい、またよろしくお願いします、はい、またお願いします、はい、はい、また来年に向けてよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、次チーム東洋、はい、千尋、あれチーム東洋、アップ時間長いでこれ。はい、チームトス全日本チャンピオン。はい、はい、チームトーお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、山内一言。先週から含めて。やっちゃいました。何を？何を？まあ取りました。一位を。もう取るために頑張ってきたので、まあこれを通過点で、まあ世界を目指してるんで引き続き精進します。はい、はい、はい。東洋ガールズ千尋、はい、はい、ゆうちゃんおめでとう、私も頑張りますそこつなげるんやっていう感じで、こういうメンバーでこういうメンバー以外の方々にもいろいろ支えられて、なんとか、4連覇できました、これからも世界新および、来年の5連覇に向けて頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。